金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。
충하러
実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。ここにも紫の菊、忠頼のいおりは近いな。影、さあ。しすぎて登れぬ。別の道があるはず。
猛虎だ。なぜここが分かった。地図、冠のものと似ているな。ただよりのいおり。誰の墓だろうか。紫の冠と同じ子を焚いて間もない。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓ひかばあまたを射抜く。長尾家の家紋だ。ただよりの一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井陣、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を怪我しようって。いや、殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を怪我しようって。殺したくはない。諦めろ。殺したくはない。諦めろ。
忠頼様の墓所を土足で荒らす。忠頼様の墓所を動かしおって。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る村の裏にある山か。こちらの精鋭を出せ。
これからも頼むぞ。誰が相手だ。撃ってこい。あつちゃくさ、ゴッホルダン取り寝かせ。あたうるくたしちゃんしゅこるい、あっすん。どうしまいの。
やつら奉仕を。おい、アルボやつら奉仕を。やむを得んのだ。Good. Oh, he's here. Hanoi. Come on, huh? I'm from that express. What? How fast? No, sir. Let him stay back. Sasha!出てしまったな。酒井様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。忠頼の石碑だ。言われぬ美しさだ。下がっておれ。蒙古は近づかせぬ。
もう一人で倒せる。荒手が来るぞ、無事か？はい、社会様。Дашо! Дашо!
まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さてそろそろ出立いたします。Thank you.
よし。一人前の臆病者なんだ。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り、そんで島一番の山師、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。見よ、調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。赤も同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくことも分かろう。分からないだろう。そろそろです。静かに。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんでさ。村の半分が焼かれてる。
ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら捕虜が死ぬんだろ。分かってる。窓がカラッカラじゃないですか。うまいダースを飲んでくれ。この上見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。追うぞ。肝が小さいから行くぞ。俺が何したっていうんだ。